岡第一です。昨日と同じメンバーになりました。10番の早田、27番の松本壮志、31番ハーパージャン・ローレンス・ジュニア、そして65番のキエキエとピアリ、さらに88番佐藤良生です。まずはピックオフのボールは福岡第一に出ました。1次ラウンドの2回戦です。昨日はアリのところで最初11点を取りました。今日は佐藤、そして前から福岡第一、まずは1本ずつアリ、アリ対リチャードソン。ここはサイズはマッチアップはありませんが、あ、ステップはフェーダーウェイシュートになります。ブラッチナイスディフェンス福岡。あ、奪った、ハーパー、ハーパー決めて、これでリード、福岡第一。前へのパスはブラッチへ、そこに2人、3人行って、このライン際は応募はピックは逆、高橋、奪いましたか。さあハーパーが行く、ハーパーが浮かしてボードに当ててパスでした。アシスト砂川からアリへ。さあ遠山どうでしょう、決まりました、スリーポイント。スクリーンがかからないか、遠山どうでしょう、連続で来ました、遠山のスリーポイント。アリのピック、遠山3本目が来ました。遠山のスリーポイント、またリード福岡第一。エールがボールは石原、スイッチブリッツでいった、奪いました、反応は予定されていったプレーで来ましたか。佐藤、佐藤ステップイン、ツーショットです。ファール愛心 AW、 見てみましょう。なるほど、ここで石原になんとか福岡第一です。アリ、佐藤からアリ、アリ前が空いた、ここはイージーになりました、佐藤のアシスト。ここは福岡第一がディフェンスをセット、フラッシュヘンドリックス、ボールターンオーバーになりました。ここもディフェンスのプレッシャーが効いた、ドライブファール、ツーショットを得ました。ファールは33番の藤田です。少し前のプレーでは福岡第一オフェンスのスムーズさというのをなくしてしまったプレーが2、3続いたので、その後のプレッシャー、ルーボールは福岡第一に出ました。砂川から遠山、アリへ、アリジャンパー決まりました。ハーパー、ハーパークォーター決めています。佐藤ショットクロックが6秒、ハーパー、ハーパー M1、 熊沢のファールです。 ICAW、 ここはショットクロック短いながらもしっかりとフィニッシュまで持っていきました、ハーパーです。早田、ハーパー、ショットクロックが5秒、松本ブロックショット ICAW、 24秒バイオレーションです。アリに入れた、アリ1対1決めた。さあ止まっていた得点が動きます。ここもディフェンスのプレッシャー、熊沢、しかし同じ1年生と4年生で筑波大学でインカレ優勝、4年のインカレでは6試合で31分出場でした。決めました、ハーパー、本当に重要視されています。スリーポイント決まった、遠山、これで今日4本目ですかね。お後ろから今松本がつい
いたところでした。あーハーバーアリアリツーショットを得ました。これファール誰についたでしょう。石原ですかね。今のは佐藤ですが、アリが行って前が塞がれたか。早田バスケットカウント。これファールは38番の宮脇隼人です。ここはつなぎました。隼人もバスケットの中ではあるんですけれども、まあ、この点差を作っているという要因でもあったでしょう。松本スリーポイント決めました。遠山へアリー、さあアリゴールした。バスケットカウント。宮脇ですかね。これプレーまず見てからなんですけれども、ここは宮脇のファールで、これ倒れている。このパスでさばいていきました。しかしルーズボールになって福岡第一。ハーパーからアリ、アリのシュートが落ちたが早田、早田が拾った。アリ、失礼、ハーパースリーポイント決めた。さあ背中が確実に見えた。6点第一。松本ハーパーのスリーポイントで点差を詰めています。ここも手にかけた。奪った福岡第一。早田のシュート決めた。さあボールは石井 AW。 奪った。ハーパーに対してこれ五十嵐のファール。ビクトは逆側アリ、早田、松本へ。松本スリーポイント決めた。同点。原からピックを使ったリチャードソン、バスケットカウント。これは早田のファールです。早田、石原がボールキープ。コーナーからスリーを熊沢が決めました。星がハーパーへ。ハーパーアリにつなげて、ここはファールコールですか。五十嵐、五十嵐4つ目。石原、ここで勝負ありということになりました。最終的には振り切った ICAW の勝利ということになりました。ここでタイムアップ。最終スコア88対81。1次ラウンドの2回戦、福岡大地が愛心 AW へのチャレンジ、最後まで粘りましたが、しかし B リーグのプライドを見せました。88対81で愛心 AW が勝利しています。